どれほど強くなったか見せてもらおうか。これは、おお、血清の味は血も骨もこの地に溶けて滅するのだ。俺にとっての霊地、そしてお前の仲間だ。この地では太陽は不滅。体に刻まれた傷跡からはもはや一滴の血も流れぬ。ましてやこの傷はラオウの心を捨てた傷、我が弟と決別を誓った傷なのだ。あれはこの国の制覇を半ば成し遂げた頃であった。何故戻ってきた。この国の噂を聞き、真実を確かめに。もし兄者がこのままこの国を修羅の国とするのなら、いずれこの国は俺が奪う。ケンシロウを倒したら俺は必ず戻ってくる。兄者のやり方では天は握れぬ。世に覇者は一人。魔人が俺に最後の試練を与えてくれたわ。俺の中に残っていたたった一つの心、我が弟ラオウへの思い。さらばラオウ。この日よりラオウ伝説はこの俺によって広められた。ラオウ伝説とはこの俺の情愛との決別の証なのだ。この傷とともにお前の心、この俺の心に刻もう。俺はやわなラオウではない。もはや拾おうとしても俺の心は拾えぬ。だが拾わねばならぬ。それがラオウとの誓いだ。強いだけではありません。海王にはその腕に増して人望が。明朝の兵との試合、勝ってはならぬ。なぜでございます。よいか海王、我らは北斗のクズ星、何人も北斗宗家を超えることは許されぬ。明朝、お前が力通りに戦うなら、ラオウ時の命はないと思え。ラオウ、トキオ。北斗宗家に生まれついたこの兵もまた哀れな定めに。
おのれ許してください。こんなところでは戦えません。嫌だ、死ぬのは嫌だ。これでいいんだ。俺が受けた屈辱をラオウは知っていたのか。俺はそれをラオウの口から聞いた。そしてラオウは最後にこう言った。ラオウは兄の悲しみを知り、その兄を誰よりも尊敬していたと。軟弱なり弟よ。ウヌもラオウも上路軍だけ死を早める。ウヌに魔人の戦いを見せてやるわ。吹き出すガスによって酸欠地獄。呼吸こそ無呼吸投法も我が奥義。これは勝負、手段は選ばぬ。行くぞ。キレスと呼ばれても構わぬ。ウヌを倒し北斗宗家を滅すれば、キレスという言葉も心地よく響くわ。苦しそうだな。さすがの超人も手も足も出まい。公園で傷口からでも容易に血中に溶け込み、全身を麻痺させるのだ。貴様を憲法家としては殺さない。時代の波に飲まれ自ら命を絶った弱者、後世にそう伝えよう。約束を果たそう。もし兄海王が歪んでいたら殺せ。海王は俺の中でいつまでも英雄でなくてはならないのだ。英雄としてか。そんな七度魔道を生きるこの海王には無意味。自決ができるのなら俺がとどめをさせてくれよ。苦しい。バカな。俺の無呼吸投法を破る飛行は一つ。しかもその飛行は針の穴ほどの飛行だ。針のように髪の毛が。あらゆる毒素に強い抵抗力を持っている。そしてその力は
暗爆光をつくことによって倍化されるのだ。なんという男だ。この海王、そしてラオウ、トキ、この三兄弟は剣において暗示でクズ星などではない。ケンシロウよ、貴様には海王の腐敗の剣、ラオウへの土産に見せてやるわ。この構え、女人像に刻み込まれていた北斗宗家にのみ伝えられる構え。誰に教えられたわけではない。この海王に染みついていた構え、この構えより打ち出す剣は未だかつて腐敗。海王よ、その北斗宗家の血がお前にも流れているのだ。なんと、俺の中に北斗宗家の血が。その額の七星の技が何よりの証。女人像が伝えていたのは北斗神拳後期にまつわる悲しき秘話だったのだ。およそ2000年前、天帝の盾として北斗宗家はすでに世に君臨していた。だが惜しむらく、究極の暗殺剣北斗神拳はまだ生まれていなかった。そして世は天帝を喪失し、狂乱の戦国時代に突入していた。もうこの世の終わりの地獄へ。覇者を多ければ世は乱れる。やはり覇者は一人にしなくてはならぬ。彼らが望む覇者と北斗宗家の血を引き、かつ新しき無敵の暗殺剣を創始できる男、その男こそ真の救世主となろう。折しも北斗宗家の血を継ぐ者、美しい二人の姉妹、桜花と主馬のみである。そして皮肉にも二人は同じ日に待望の二人の男児を産み落とした。このまま二人を同等に育てては二人の覇者を産み、天を国を二つに割ることになろう。伝承者選びに苦慮した北斗宗家の高僧たちは、北斗宗家の聖地宝天台に二人の乳児を、飢えた狼にさらすことで天の声を聞こうとした。そして妹シメは姿を消した。彼女は自分の子主権を助けに行ったのだ。シメ、なぜ。すみません姉さん。姉さんの子さえいなくなれば、我が子が宗家の子として、私は、私の病はもうこの夏を迎えることも、母を失い自分の命さえ失う。そうだったら
貴兄はあまりにも不幸。母が鬼になっても我が子の幸せを。寿命これで竜王様が北斗宗家の伝承者に。いえ、伝承者は妹の子主権に譲りましょう。何を申される。いえ、これは私からのお願いです。命を懸けての。桜花の命を賭した願いを目の当たりにした守護僧たちはその深き慈愛に動かされた。今我らは確かに天の声を聞いた。二人の女の深き愛を背負いし主権こそこの世に愛をもたらす救世主となろう。主権、二人の女を母とし決してその愛を忘れることなく地上最強の剣北斗神拳を完成創始した。その剣はあまりの精絶さとその伝承者選びの卑猥ゆえに一子相伝とされた。そして守護僧たちは桜花の魂を弔うため秘話を刻んだ女人像を建立したのだ。桜花の子竜王にも出生の技があったという。その技は誇り高き桜花の血脈の証なのだ。聞け我が子たちよ、母に捨てられし竜王の子孫は愛を失い愛に奉公しよう。誰かが愛を解かねばならぬ。それが北斗神拳伝承者の宿命と知れ。思えばラオウも時も愛に奉公していた。カイオウよ、その誇り高き血をこれ以上汚すというなら倒すことが愛。なぜこの海王が北斗宗家を憎悪し前例でその抹殺を図ったのか。伝承者となる血を持ちながら弾き出された血が怒り狂っていたのだ。恨むのなら本領を存分打つがいい。だが許すわけにはいかぬ。貴様の血は恨み汚れているのだ。宗家の剣の限界なのだ。海王だ。お前が使った剣こそ北斗宗家の剣。しかし極められた剣ゆえ受け身の技も極められ実戦での戦闘力をなくしていたのだ。私にこそ隙がある。剣技互角ならば我が剣は敵の拳そのものを破壊するが奥義。ティガー押村君、
今日までのお前は井の中の蛙、己より強い男と戦ったことがなかった。だが俺は俺より強い男たちの戦場を生き抜いてきた。ホット神経であるがゆえにその男たちを凌駕したというのか。断じて認めぬ。戻れ、この腕に再び力を。ならばこの地に残された俺とヒョウはやはり弟たちに劣るクズ星だったというか。いかに落ち込まれたクズ星とはいえ天を目指して意地があるわ。俺はただ覇者の道を歩くのみ。やれ。今まで味わったことのない戦場の剣だが負けぬ様だけには。教えてくれ。 もし俺が北斗神拳を身につけていたら。俺がこの場に倒れていたかもしれぬ。破れていただろう。俺は敗者に情けはかけぬ。もっと早くお前と出会っていたなら、俺は俺の宿命に素直に。死のつかないことをしてしまった。一つはリン。リンも生きているぞ。あった。ヒョウ、カイオウ、俺はお前にやり残したことがある。よくぞ来た。さあヒョウ、お前の剣でこの森にとどめを刺すがよい。バカ野郎、そんな剣で
この海王が死ぬか。お前には話しても晴れに恨みがあろうが。月に来たのではない。お前に一言言いたかった。俺が強かった。北斗宗家の嫡男としての力量が十分であったら、お前は歪まなかったはず。全ては俺の責。許せと。そんなことを言うためにお前は氷よ、また昔の幼き頃に戻って共に遊ぼうぞ。剣、士官博のことは氷から聞いた。これでやっと凛も自分の願いが。凛、早く鍵を。ぬきゃー。お前が逃げたらあの子はどうなる。なんだよ、おい、食料まで。俺はケンシロウ、お前は。そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。おい、何の真似だよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。ケン、来ちゃダメ。喋った、リンが。私も戦う。大丈夫だケン。ごめんなさい、ごめんなさい。後悔するはずはない。お願いケン、動いて。救えるのはケンしかいないのよ。ラオウが呼んでいる。リン、バット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。ケン、ユリアさんが生きている。ダメ、絶対に追わないって約束したでしょ。リン、でもいつか、いつかきっとケンは帰ってくる。きっと。ケン、リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。リン、ユリアからお前にと。もうすぐあなたが倒されるということでしょう。その女の言葉に嘘はない。チェックメイトだ。ケン、今戦ってはダメ。
北斗龍拳痴漢犯ありがとう、生き返ったよ。凛は今日まで戦いの中に生きてきた。北斗を導き救世主を生み出すために。だがもはやその必要はない。凛は自分の幸せのために生きる時が来たのだ。剣、凛の愛に応えられるのはお前しかいない。